ラシャイダ人はアラビア半島、東部アフリカの民族。ラシャイダ人はベドウィン族の内航海を挟んだアラビア半島とアフリカの両岸に居住した民族であるアラブ民族のバヌアブスから枝分かれしたとされる。ラシャイダはアラビア語の一方ことであるヒジャーズ方言を話している。また一部はティグレ語を話すこともできる。ラシャイダ人は現在のエリトリアでは 唯一の有望牧民的な習慣を維持している民族集団である。1996年のエリトリア政府の統計によれば、エリトリア国内に居住するラシャイダ人の人口は7万6千人であり、エリトリア国民全体の2.4%を占める。ラシャイダの一部はアラビア半島側に居住するが、一部はスーダン東部、エリトリアの北部海岸部及び、 ラフラク諸島に居住している。このラシャイダ人は1846年にアラビア半島での戦乱を避け、スーダン北東部からエリトリアにかけて移住した。アフリカに移住したラシャイダは、アラビア半島に居住していた時代の伝統的な衣服、文化、生活習慣を及びイスラム教存に派の信仰を維持している。1951年以降エチオピアとの連邦を及び支配下に入った際には、 ラシャイダの遊牧の習慣がエチオピア軍を刺激し、たびたび衝突が起きた。このため、エリトリア独立戦争の際には、ラシャイダ人はエリトリア解放戦線に協力した。1990年代前半の独立以降、エリトリア政府は遊牧の習慣がある、ラシャイダ人に対し、アスマラの北西35マイル離れたシェーブ付近に定住地を定め農業に従事し、 定住するように指導している。しかしながらシェイブは、本来の居住地から遠く、旧来の習慣から離れた農業従事による定住を選ばない、ラシャイダ人も多い。ラシャイダ人は、ベドウィンの遊牧民的習慣を維持して生活している。ヤギ川製のテントで寄居し、ヤギや羊の牧畜及び宝石類の加工を、制御としている場合が多い。多くのものが文字が読めないため、 牧畜に従事する者は飼育している動物の冒険の形図をそれぞれについて8世代近くまで暗記する習慣を持つ。ラシャイダの女性は赤と黒が特徴的な衣服を身にまとい、顔を覆うブルを5歳以上になると身につける。男女の自由な交際を認める文化がないため、結婚は多くの場合家族によって取りまとめられる。結婚の準備が整った、 あるいは結婚を求める女性は、自分が結婚を望んでいる男性に対しての身ぶるかを外してその顎を見せる。結婚の際に、花婿の家族は、花嫁の家族に、ラクダ百頭を送るしきたりになっている。エリトリアの民族分布。ラシャイダ人の居住地域は、東北部の黄色。ありがとうございます。